お慕い申し上げております。お慕い申し上げております。どうかおそばに置いてください。九つの地獄を越えてこの度10度目、何度でも何度でもお目にかかりたい。あなたのお庭に小さな小屋を建てて、そこに私を置いてください。もしくはあなたのお部屋の本棚の上の一番上等なところに私の肖像を貼り付けにして、どちらでもいい、どちらでも構いません。あなたの慰めになりたいのです。そうしてあなたが名前と居場所を私にくださったなら、今度は私があなたに言葉をあげましょう。至上の言葉を、あなたがあなたであるための言葉を。神の言葉か犬の言葉か、どちらでもお好きな方を。